金子健次郎は日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、農林水産大臣、内閣総理大臣臨時代理就任順位第4位。長崎県知事、衆議院議員、長崎県議会議員、参議院決算委員長、予算委員長、参議院政治倫理審査会会長等を歴任。農林水産大臣や科学技術庁長官を務めた元衆議院議員の、 金子岩造は父、長崎県北松浦郡生月町生まれ。1968年、慶応義塾大学文学部を卒業し、日本水産株式会社に入社。1975年、長崎県議会議員に初当選し、以後3期連続当選。3期目の人気途中の1983年、父、金子岩造の引退に伴い、 第37回衆議院議員総選挙に旧長崎日区から自由民主党公認で立候補し、日本社会党の石橋正氏に次ぐ得票数2位で当選した。当選後は衆議院法務委員長や建設政務次官を務める。1998年衆議院議員を辞職。長崎県知事選挙に無所属で立候補し、当選した。以後3期連続で当選し、 2010年2月まで知事を務める。長崎県知事在任中は市町村合併を積極的に推進したほか、長崎県美術館、長崎歴史文化博物館等の観光、文化施設の建設、諫早湾観宅事業、九州新幹線西九州ルート建設を推進したが、必要性に疑問がある大規模公共事業の典型例に挙げられる校舎に事業については、 県内外に賛否両論がある。2005年6月、麻生渡る福岡県知事の全国知事会長就任に伴い麻生の公認の九州地方知事会長に就任。知事退任を控えた2010年に広瀬勝沙大分県知事に交代するまで同職を務めていた。2009年11月、自ら取り組んだ仕事に一定の道筋がついたとして、 翌年2月の長崎県知事選挙に立候補せず、知事を退任する意向を表明した。2010年2月の長崎県知事選では、元長崎県副知事の中村報道を支援し、中村は橋本剛を破り初当選した。参議院より公表された、肖像写真知事退任後、第22回参議院議員通常選挙において自民党公認で、 長崎県選挙区から立候補、当選し、国政に復帰した。当選後、衆議院時代も所属していた、高知会に再入会。2012年、自由民主党総裁を退任した谷垣定一を中心に、旗揚げされた勉強会、有林会にも重複して参加した。同年、参議院決算委員長に就任。2016年、 第24回参議院議員通常選挙で再選。2017年、参議院予算委員長に就任。2018年10月、自民党地方行政調査会長に就任。2021年10月4日、岸田内閣の発足に伴い、農林水産大臣に就任した。伊佐早湾観客事業では、 干拓後の造成農地に入植した農業経営団体の中に金子の親族が経営する企業が含まれていたと日本共産党の機関紙新聞赤旗は指摘している。ありがとうございます。